大人っぽい、ありがとう。今日はね、私ね、今日めちゃくちゃ楽しみだったんですよ。なんでか知ってますか、皆さん。なんでか知ってますか。メール見た方はね、わかるかもしれないんですけど、こんばんは、のりともさん、服ありがとう。ね、リップなんか今適当に塗ったらめっちゃいい感じだった。リップがなんかあの服と合ってる、茶色オレンジみたいな。これ何のリップ塗ったんだっけ。あ、これだ、リップモンスターを塗ったのかな。これだね。今日はね、いやそう、韓国料理も楽しみだったんですけど、もう今日は2個楽しみがあったんですけど、まず朝から時系列的に考えますとね、朝はね、今日ね、なんとね、そうなんですよ。あのね、今日あのちらっとメールでね送ったんですよね、この季節はみたいな、この季節は何々の季節だよねみたいなのを送ったんですけど、皆様今日この季節、もうすぐの季節かなんですけど、そうです、チョコの季節が近づいてくるということで、そう、あの私がなんかこの間なんか配信でちょっとはしゃいでた田中みな実さんが、サッシーさんと田中みな実さんが YouTube でさ、そうやってたサロンデュショコラ、サロンデュショコラの、そう、チョコをゲットしたんです。いや、みんなにあげるチョコじゃないです。自分へのチョコです。自分へのチョコなんですけど、そうなんです、サロンデュショコラをゲットしまして、やったぞ。いや、広島がこの遅いあのスタートで良かったなと思いますけど、そう、なんかね、東京ではもう第2弾とかになってて、サロンデュショコラ、ショコラ、サロンデュショコラっていう、なんか海外のパティシエさん、いつも日本で買えない海外のパティシエさんとか、あとは日本でも有名な、海外で有名な日本のパティシエさんとかなんかが作ったいろんなチョコが集まるチョコのお祭りみたいなのがサロンデュショコラって言っててあるんですよ。そう、それがね、毎年毎年東京とかいろんな各地で開催されてるんですけど、それの広島が去年ぐらいから始まったらしくて、今年行けたんですよ。そうで、意識高く、そうなんです、服の色をチョコチョコ色の服にするっていう、あの意識の高さ。そうなんです、そう、ちょっと今年はなんかちょっと前から自分のためにのチョコを買いたいって話してたじゃないですか。だから、うわ、買いたいなと思って YouTube を見てめっちゃ予習して、よし、何々さんのチョコとっていう感じでね、あのパトリック・ロジェシャン、ロジェシャンってなっちゃった、ロジェさんのチョコとか、アルバン・ギルメさんのチョコとか、パティシエさんの名前をもう覚えて覚えて、パッケージもこれだって覚えていって、そう、行ってきた。そう、私形から入るし、めっちゃハマったらドゥルルンってそこに向かって一直線に走るタイプなので、そう、チョコをゲットしました。めっちゃ買ってしまいましたか。そう、サロンデュショコラは本当人気すぎて、めっちゃなんかもう売り切れとかも出るらしいんですよ。だからもう張り切って行ってきました。そう、だからなんかちょ、若干唇もちょっとオレンジがかった、ブラウンがかった赤みたいな、ちょっとチョコを意識してるんかなみたいな感じですけど、そうなんです、はい、無事に買えました、無事に買えました。あの狙ってたいくつかのやつを買えましたよ、よかったよ本当。なんか私てっきり東京しかやってないのかと途中まで思ってて、で、いいな東京って配信で話してたら、その中で、はい、の広島でもあるよってね、誰か気づいてくださって、そうそうそう、ありがとうな、アスパラさん、ハート100個ありがとう。
そうだよ、私はそう田中家が美味しいイベント見逃すわけがない。そうなんです。もうほんと食に対しては本当に厳しいっていうか、もうプロなんで プロなんでね。だからそう、いや広島で会ってよかったよ本当に。ありがとう三越さん、開催してくれてありがとう本当に。そうで、チョコをもう、うわ腕が重いなーってぐらい買いまして それでその後はパシェとね約束してた、約束していた、ちょっと前にね約束したの。韓国料理行きたいねって話してて、行こうねって言って、いつもこの行こうね約束は数ヶ月後とか半年後ぐらいにいつも叶うんだけど、最近はちょっとね早くなりました、叶うのが。パシェと一緒にお昼をママとパシェと食べました。そう、私ね食べ物情報早いからね、ツイッターのいいねめっちゃ食べ物情報いいねしてるですけど、そうお昼は韓国料理を食べました、パシェと一緒に。そうだよ、そうパシェは今年はねお断りの逆の断らないということでね。そうそうそう、イエス イエ、そうチョコ色に染まったよって書いとこ、よし。そう美穂ママも一緒、もう美穂ママとパシェとお出かけするっていうのは何回か言ったからね。そうもうねパシェも人見知りなくなったかな、さすがに。どうかな。あ、パシェが誰と言ったでしょうってモバメで聞いてた。え、私もさ、パシェに、モバメで誰と言ったでしょうって写真載していいってパシェに確認の送ったら、パシェがもう、私もメールで書いたよって来て やることも一緒っていう。そう。感じでね、気が本当に合うし、胃袋の調子も合う仲間なんですけど。ありがとう、ペンダントが綺麗、ありがとうね。いやいやいや、これもうずっと前からつけてるね、このネックレス。こちらもちゃんとチョコ色の洋服で、去年のバレンタインのお話し会で着てたかもこの洋服は。そう、さっきまで違うブラウンの服着てたんですけど、実はでもちょっと薄着すぎて あ、寒い、夜寒いなと思って、なぜか家でもまたブラウンの服を着るっていう、今日はチョコの日 みたいな感じで。そう そのうち美穂ママとパシェだけでご飯行ってるとこまであり得る。いや、あるかもしれん。なんかそう、私が苦手な食べ物を2人が好きっていうなんか共通のものがあって、ワンチャンそれある。なんか置いてかれてる、いつの間にか置いてかれてることあるかもしれん なんかだってね、私がなんか、マイカ以外のレッスンの時とかに、パシェはその時時間があって、私のママとパシェと3人のグループがあるんですけど、そこでパシェと私のママが話してるもん。たまに だから、ワンチャンありますよね、それ。そう。もうパシェ家族なのかな？みたいな。ね、めっちゃ、家族だねって感じだよね。しかもパシェともうね知ってると思うんですけど、パシェと私の本当のお姉ちゃんは同い年なんですよね、年が。だから本当に家族ぐらいの 感じで。そうなんです。田中さんこんばんは、こんばん、やっほーみんな、夜だね。で、そう今日はで、そう韓国料理を食べてゆっくり食べたけん、なんか結構もうお昼過ぎぐらいになって、その後もねデザートもちらっとちっちゃいいちごですけど、チョコいちごみたいな食べて、そうで家帰ってぐーったりして、ママと2人でちょっとコーヒー飲みながらちょっとだけチョコ味見するみたいな感じで、ちょっと味見しました。なんか1個を2人で半分ことかして。だから今もそんなにお腹空いてないですね、意外と。なんか満足感のあるものっていいね、やっぱ量もだけど、なんかめっちゃ
うわ初めてのチョコの感じやみたいな感じ、なんか食べたことのない美味しさだみたいなチョコで、本当に全部そうだからね、ほんと今満たされて、あんまお腹空いてないですね意外と、まあ、ちょっと空いてるぐらい。そうだからまだ夜ご飯食べてないんですけど、みんなはどうしますか？私もこの後かなって感じなんですけど、いやほんとよチョコのテイスティングそうだよチョコをいっぱいいっぱいでもないか、チョコをなんかね、そう一粒このハートのチョコ一粒とかを半分こうとかして、あとなんかスティックのチョコを半分こうとかして食べたりして味見した。まだ1月だけどもうバレンタイン感じてしまったそう本当に素敵な土曜日を過ごさせていただいてますが、でもこの後もね19時からですよね、チャートリが公演が始まるから、それまでに配信を終えようかなって私は思ってるんですけど、そう見る方はぜひ楽しんでください。行く方もいるかな、チャートリさんの公演ぜひ楽しんでくださいね。おー夜はきりたんぽ、これからうどん、うんどっちもあったかいね、やっぱこの季節あったかいものがいいよね。夜ご飯みんなどうすんの、他の子他の子他の方はどうしますか夕飯。みんな何食べるんだい、うわ赤からのお鍋いいな、辛いやつですかもしかして。そう田中さんはもうバレンタインの気分で今全然あのご飯のことについて考えてない、チョコのことしか今頭になくて、今もブラウンのチョコ色の服を着てるんですけど、あ鍋系が多いね、ラーメンキムチ鍋カレーカレーうどん、うん美味しそういいね、やっぱ汁あるあったかい系だねみんないいね、うんうんうん、肉うどんには胡椒かけます、あの塩胡椒の胡椒ですか、なんか味が締まりそう、サラダの盛り合わせとビールとワインかっこいい大人、すごい私もあと数ヶ月後、まだ全然だったわ、7ヶ月ちょっとくらいで私もお酒飲めるか。ヨーピョンハート100個ありがとう、ありがとうございます。急激にお腹空いてきた、でもお腹空いてなかったのに、なんかこういうやっぱ人の食べ物の配信なんか話とか、なんかテレビでなんかこういうさ、なんかちょっとお腹空きそうな時間にちょうどよくさ、なんか飯テロな感じのテレビあるやん、それでお腹空くよね、わかるわ。ニホリン強そう、強いかな、どうだ、なんかでも私はなんかなんていう、なんかウィーみたいにならなさそうじゃないわかんないけど、なんかリコチとかめっちゃなりそうな感じ、リコチとかもうそぼもうそろじゃない、あと 1,2 ヶ月とかじゃないですか、お酒飲めるの、私もねえ絶対リコチはウィーウィーって感じになりそうだけど、私はなんかこのままな気がするわかんないけどね、そう9月だからまだまだ私はね先なんですけど、そう静かにたしなんですどうなんだろうね、楽しみ。でもお酒の入ったなんかさ、チョコの中にトロンみたいなお酒のはちょっと無理、ウェーってなる、前間違えて2回ぐらい間違えて食べたことあるけど、ウェーってなるけん、それ以降はもう確認して食べるようにしてるだけど、なんかよくコンビニとかに売ってる洋酒の入ったチョコとかもこの間一個食べてうわーってなっちゃってそううおーってなって無理だったから、それあとさ箱に何個か入ってたのにちょっと大人の人にあげたもん、アイコとかにもあげたかも
愛子が多分いて、愛子あげるって言って、まだある、あ、マネージャーさんいりますかみたいな感じであげて、そう、なんかね、そう、なんかチョコの中になんか入ってるやつ、お酒が、おお無理だってなった、なんか苦いというか、なんか草みたいな、ごめんなさいごめんなさい、あのうわーってなりましたので、そうそう、あ、でもラムレーズンは食べれる、なぜかラムレーズンが甘いけんかな、分からんけど、なんかなぜかそこはいけるんよね、そうそうそう、あ、使われてるのが強いお酒だからっていうのもあるのか、なるほどね、アスパラさん服ありがとう、ありがとう、今日前髪の巻き取れたけど、なんか漏れてる、今日なんかさ、写真撮ってもなんか今日顔漏れる日だったんですよ、なんの違いやろこれ、いつもなんでやろ、アイシャドウあんま塗ってないけどな、でも塗ったけど、なんでやろ、今日なんか漏れてるんですよ今日なぜかねいつも漏れてるけど、チョコパワー、そういうこと、やった、なんかね、だからチョコと一緒に写真も撮ったから、なんかツイート、おはようツイートとかに使うかもしれん、また多分。次はどんなダジャレを言おうかなどうしようかな、ショールームめちゃめちゃいい感じに映ってる、やった、半目以外はスクショいいですよ暖色系ライトじゃないよ、でも変えれる、今寒色系、暖色、あ、眩しい眩しい、暖色これになっちゃう、めちゃくちゃ暖色になっちゃう、これが普通、眩しすぎるよ、でもこれヨンって言っちゃった、だから一番弱い寒色にしてますそう、いや、そうよ、ダジャレ上手だからダジャレ上手だから、お楽しみにツイートぜひお楽しみに、これからも、え、これが一番なんか本物じゃない、なんかライトって感じじゃなくて、すごい優しい光で自然に包んでくれるライトじゃないですか、これが、なんか強すぎても、なんかこうなる、私が配信見る側でも、そうそう、あ、どのライトでも輝いております、褒め上手、ありがとう、今日はなんかもうほんとチョコで気分めちゃくちゃいいですわチョコとみんなが褒めてくれることによって、あ、イヤリングもつけてたのに忘れてた、取っちゃった、もうチェ、今日はイヤリングもネックレスもつけてるって、私がどっちもつけてるなんてレアな日だったのに、ちなみに丸いチョンってやつをつけてました、なんかキラキラチョンって感じの、ちょっと大きめのやつ、うーん、美しい、ありがとういい感じですか、ぴょーん、でもチョコの話、なんかチョコを思い出したら美味しそうってお腹空きそうになってくるのやめてほしいな、お腹チョコのドレイ、チョコのドレイ少しか分からんけんありがとう、イヤリングのキラキラ見たかった、あ、また、あ、でもツイートするように撮った画像とかにはまだイヤリングつけてたから、お楽しみに、多分つけてたはず、よし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 、こんばんは、出遅れちゃった、全然、こんばんは、やっほー、結構近めな、なんか数十分前とかに予約入れちゃったからね。ノイミーの新曲もだいぶチョコレートの雰囲気、あ、らしいね、まだ見れてないの、 MV、 なんか MV 出たよね、見てみようかな、え、 YouTube ありますか、今もう、ノノノ、ハッシュタグお腹すいた、私やん、ちょんちょんちょん、なんか
バレンタインな題名だった。あでも音も聞きたいけどダメだよねダメだよね。ちょんちょんちょん、私のカニサワさん、私のって言っちゃったんだけど、帽子かぶってる、もしかして。タキシード仮面さん、バラありがとう。くまねパパさんもありがとう。パパにも毎年チョコあげてる。あのママとお姉ちゃんと3人で相談し合ってあげます。パパは結構車とか海とかが好きだったりするので、去年は多分車をモチーフにしたチョコをあげた気がする。あ待って、私これ一回見てた記憶がある。え結構カニサワさん映ってませんでした、もしかして。めっちゃなんか、しかも一人で映ることも、カニサワさんの表情でめっちゃ好きなとこがあって、なんかね、どこだったかな、なんかすっごい笑顔だったのに、いきなりめっちゃあの人形みたいな表情になるっていう、多分そういう歌詞のとこがあって、カニサワさんのめっちゃ好きだったとこがあるんですけど、ちょっとこれみんなにも共有したいぐらい好きだったんですけど、どこだったかな、どこだったかしら。あ、2分305秒ぐらいかも。あのノイミーさんのチョコレートメランコリーっていう曲の2分35秒あたりのカニサワさんがえぐ、表情がえぐいです。表情やばいです。なんか笑顔からの闇みたいな、なんかもう違う人みたいな表情になるのを見てほしい。みんな再生したい。え、見てほしいね、かわいい。カニサワさん、ノイミーさんだと推しかな。前あの吉田の川又かなで、ノイミーさんのとの先輩との公演をあの実況した時にそう思ったの。ノイミーさんのカニサワさん推しだってその時に発見して、そう YouTube ノットイコールミーさんのチョコレートメランコリーミュージックビデオ2分35秒あたり見てくださいやばいよこれ、好きになっちゃうかも。でもみんな落ち着いてみんな、私あのエスティルノイミーさんも好きになっていいけど本当にやばいよ、こんな表情できるんだ、すごいと思って、ぜひ見てください落ち着いていや見ても落ち着いてね、見てなくても落ち着いてるのは当たり前だから見ても落ち着いててね、みんな。なんかね、本当にびっくりするよ、もうその数秒だけでもうカニサワさんに持ってかれる。めっちゃ表情がもうすごいんですすごいんです本当に。いや私は結構なんか笑顔以外の表情があんまりできないから難しくって、まだ研究中で、からすごい憧れてます。そうあらしいね、昨日はイコラブさんが歌番組に、そう野見さんもイコラブさんも大活躍しております。しかも恋するフォーチュンクッキーやってましたよね、もしかして。なあなあなあ、えありがとう、みほりん実物めっちゃ可愛い。いやそんなことないよ、ありがとうよ、ありがとうよよよなあ、ふなちさん服ありがとう。そうノイミーさんのリーダーさんのカニサワさんが私のノイミーさんの推しかな。もう本当にね、もうやばいよ本当に。あでもみんなのコメントを見てもカニサワさんのやっぱこの表情、みんな気づいてるわやっぱ。ほんと3分35秒だったっけな、本当にいいからマジで。ミオリンが表情管理すごいなと思うです。 STU メンバーえわかん、
でもたまにやっぱ自分が出てない時の僕隊とかも見たりするけどね。難しい、みんな可愛いってなっちゃうからな。私は表情管理に特化して見たことないわ。ちょっと後で思い返してみようか。思い返したら分かるかもしれない。でもさ、やっぱ表情とかってさ、こういう歌詞の時はこういう表情ですとか決められないじゃないですか。誰か先生にこうやって教えられるとかないから、自分で研究していく、学んでいくものじゃないですか。だからそう、答えがない。そうだからマジむずいよね。本当に難しいと思うからね。最初の方とか2期生とかはもう本当にね難しかったと思うんですけど、私もそう、私はもう緊張を隠すためにずっと口角を上げる練習をして、めっちゃとにかく緊張した時は口角を上げようっていう意識になってたんですけど、そう今日なんかね漏れてるよ私の顔、なぜか。ありがとう中美ちゃんリーダー好きです。確かに私多分王道アイドルが好きで、でも歌って踊ってる時はなんかちょっと表情とかがなんかちょっと変わる方が多分好きなんだと思う。ギャップみたいな。なんか菅優香さんとかもそうだけど、なんかいつもは結構優しくてホワホワしてるんだけど、曲の中では結構かっこよかったりとか、ダンスも結構頑張ってたりとかして、ほんとそうで、蟹沢さんとかもなんか踊ってる時はもうさっきみたいにかっこいいとこもあるけど、喋ってみたらめっちゃ優しくてホワホワしてるみたいな、そういうギャップが好きなんだと思います。そう、おもちごまは、あ、ありがとう、みんな優しいな、いつも漏れてるキュンだよ、キュンキュンキュンだよ。さっきは配信するってことを忘れて、一回こうしてももうなんかもうこんな感じで互いにしちゃって、もうあのスプレーで固めてたのがもう取れてるんですけど、今日はこういう感じでちょっと大人っぽくなった結果的にって感じ。あ、でもさっきコメントなんかチラって見えたの思い出したけど、そうだね、先輩だと中村麻衣さんめっちゃ表情、え、でも沖さんも表情、そう思って、だから昨日の愛しさのディフェンスがもう記憶に残りまくってる残りまくってる、めっちゃ好きだったのあるよ。え、待って、ストリート、あ、大丈夫そう大丈夫そう、待って、うん、エグかったです。昨日はドラさん様さん名のユニットがエグかったです。めっちゃ表情もダンスもめっちゃ良かった、めっちゃ好きでした。うん、イズチャさん服ありがとう。みほりのクールな表情のファン、本当にありがとう。私はまだ全然笑顔ぐらいしかできてないと思ってたのに、ありがとう、頑張るわ。やばいよね、そう表情が本当にすごくて、あ、誰のことを一番目にもやばいだね、うおー、うん、いや本当にすごいよね。ダンスの先生もだってなんか表現力とかの時にマイケルさんの話するもん。そうだからやっぱ本当にそうすごいなって思いますね。表情、そう表情管理、さっき言った表情管理すごいなって思う。マイキューさんかも、皆さんすごいですけどだね。そうマイカーのみんな表情上手、ありがとう、嬉しいよ、ありがとうな。確かにね、リコチとかも、あのリコチはあの個性が強いからやっぱ大げさなんだけど、でもめっちゃいいよって思う、めっちゃだから好き。めっちゃねレッスンとかでここフリーの振りやってくださいとかの時もえぐいもん、リコチだけなんかそんな動きするみたいな動きするから新しい発見ができるんですよだからめっちゃいいよ。あとリコチは多分なんか自分はこういう顔をしているっていう顔の操作が得意だと思う。わかんない、なんていうのかな。この前も言ったんですけど、
私はなんか自分でこういう顔してるって思っても、これを写真に撮ったら、あれ？なんかこんな顔したっけ？みたいな顔になってるんだけど、多分リコチはもう思った顔をできてる。なんて言うんやろな。なんかそういう時ありません？なんか自分ではこういう表情をしたのに、写真に撮ってみたらなんか違うな、みたいな。そう。それがめっちゃ上手だと思う、リコチ。そう、前も言ってた、そう。だから、そう。表情頑張ろう、今年は。表情も頑張ろう。ねえ、本当に。すごいんですけど、時間大丈夫かな？まだ大丈夫だ。55くらいからランキング読もうかな。ねえ、研究もたくさんしてるんやろうね。あと多分感受性とかも元から豊かやろうけん、リコチは本当。そう、昨日はね、実はマイカーでね、レッスンがあったんで楽しかったですよ、本当に。ぜひ2月の公演お楽しみに、皆さん。ぜひぜひ。お、移動するのでバイバイ、ありがとう。仕事行ってらっしゃい、頑張って、スコスコ、ありがとうよ。みほりんはね、今からお出かけじゃなくてお出かけしてきた。で、19時からあれですね、私は出ないんですけど、秋田の公演が始まりますよね、多分チャートリさんの。なのでみんなにはそちらを見ていただくということで、それまでのつなぎ田中つなぎ田中をしますね、リレーです。そう、マイカー公演あと2週間か。意外と、いや、あるっちゃあるけど、ないっちゃないね。2月入ったらジュルルルルって進んでっちゃうんだろうな、多分。いやー、緊張する、本当に。しかもみんなが知らない瀬取りの初日じゃないですか。初日って大切じゃん、本当に。緊張するけど頑張るわ、楽しみます。しかもあれだね、バレンタインの前日だよね。からね、緊張ですが楽しみますね。みんなにチョコを持っていこうかなってちょっと計画中です。ちょこっと計画中です。推しの出ない公演を見ないので、まあ配信だったらいいと思いますけどね。ぜひお楽しみに。イデスさん、こたつみかん、ありがとう、ありがとうございます。今のダジャレは自然じゃなかったですか、すごく。ちゃ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 。でもやっぱなんか私思ったんですよ、この思い出したんですけど、あとこのご時世っていうのもあるけど、あと思い出したのが、私なんじゃろ、あんまなんか、なんだろうな、人の手作りってやっぱ苦手な方もいるんじゃないかって思ったんですね。人の手作りのものを食べるのがちょっとじゃないかなって思い出したんですよ。なのでちょ、なんか可愛いチョコとかあったらちょっと見つけて買いたいなって思っておるところでございます。だからまあバレンタインになんか作るってなっても、多分自分で食べるかもしれんので、でまあ配信でなんかするかもってなったら、まあ自分で食べます、作ったとしても。でもなんかできたらなって思います、ショールームでも。バレンタイン、ありがとうございます、お楽しみに。ということで、55分教えてくれてありがとう。ランキングを読んでいきたいと思います。カカカウカカカカカウ。では22位のみほりん賞からいきます。あ、待って、なんか間違えちゃった。では22位のみほりん賞はのりともさん、13位はだいちさん、12位ユナイテッドさん、11位リーズさん、10位ひょうちゅうさん、9位あすみずきさん、8位かんちゃん、7位タイサーと初段ボーイズさん、6位しまかぜさん、5位くまねパパさん、
4位竹まつるさん、3位アスパラさん、2位チョコミントリス、そして第1位はヘスターさんでした。ありがとうございます。パチ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 。ということで今日はチョコ色の私でございました。皆さん楽しんでいただけましたか？チョコをね食べて気分が高いので高まっているのでちょっとテンション高めでお届けしました。今日も可愛すぎる、ありがとう、楽しんだ、ありがとう。ではもう今日はこの辺で終わりたいと思います。また明日会いましょう。最後にじゃんけんします。最初はグー、じゃんけんパー。ありがとうございました。またねー、バイビー、バイ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 、またねー。